ティレル025は、ティレルが1997年の F1、世界選手権3専用に開発した、フォーミュラカー。チーム3年目のミカサロと、フットワークから移籍したヨスフェルスタッペンがドライブした。025は、前年の024の発展型であった。エンジンは信頼性に欠けるヤマハの V10 エンジンから、高ードの V8 エンジンを搭載した。しかしながらこれは、V10 車に対して、 パワー面で劣るものであった。シーズンはチームにとって期待外れなものとなった。シャジーのバランスは良く、ドライバーも有能であり、戦略も良かったものの、目立った結果は残せず、ランキング化を同じく V8 を搭載するミナルディと争った。チームのフラストレーションは、予選や決勝で上位陣に近い位置につけることはできたものの、結果につながらないことから高まっていった。サロは、 モナコ GP でノンストップで走り切り、フロントウィングが破損していたものの5位に入った。ケンティレルは1998年シーズン前にチームをブリティッシュアメリカンレーシングに売却したため、このポイントがティレルの F1 における最後のポイントとなった。チームは結局2ポイントを得、コンストラクターズランキング10位でシーズンを終えた。本マシンの特徴の一つとして、 コックピット両脇に追加されたウィングがあり、スターウォーズシリーズに登場した戦闘機になぞらえて X ウィングの名称で呼ばれた。ただしレーニン号においては常設ではなく、モナコのような高ダウンホースを必要とするサーキットでのみ、追加的に装備された。このウィングはフェルスタッペンが黄色、サロがオレンジに塗られた。翌1998年に入るとティレルの後継者である。 ティレル026は、もちろんのこと、ジョーダン198、フェラーリ F300、ザウバー C17、プロスト AP01 といった他チームのマシンも、同種のウィングを装備するようになった。これに対し国際自動車連盟では、破損した際などに、マシンがコントロール不能になるリスクがあるという理由で、同年4月にシーズン中であるにもかかわらず、X ウィングを即時禁止することになった。 ありがとうございます。